皆さんこんにちは、ナナです。今回の映像は今年の1月まだ寒い時に撮った映像ですね。陽明山、陽明山の上の方にあるカフェで、昔一回来たことがあるんですけど、それ以来どうやって行っていいかわからなくて来れてなかったんですね。しかも車でじゃないとちょっと来にくいかなっていう山の上なので、なんとか何年ぶりかですけど、あ、この犬可愛かったんだよね。そうそう、何年ぶりかですけど来ることができました。このワンちゃん、ボディだ、ボディ、ボディ、B-O-D-I、ボディっていう名前だったな。モカとはね、仲良くなれたようで仲良くなれなかったって感じかな。ブランコもあり、まあ、ちょっと乗ってみました。まあ、こう水が流れてるのでね、こういうとこに座って写真撮るのも映えるよね。どうやったって映えるよね、こういうとこは。映えてます。まあ、ちょっと雰囲気醸し出して映ってます。で、中なんですけど、これは2階かな、2階。まあ2階はね、ここだとあんま景色が見えないんですけど、まあちょっとほら、なんていうの、古風な感じ。行くのと映像ではちょっと違うんだけど、本当にここに座ってみるとすごいいい感じ、雰囲気がね。で、まあ2階にかろうじて外のエリアがあるんですけど、まあどうかな、私1階の方が好きかな。まあ2階からこうやってさらに高い景色を見るのもいいかもね。でも景色見るっていうよりは、座ったら景色上しか見えないからね、1階の方がいい気がするけど、うん、もうどうやったってほら映えてます。モカも一緒に写ったりしてね。すごい好きなんです、ここが。広くてどこを座ってもいい写真が撮れるよ。撮りまくり、もう写真撮りまくりまだ撮ってるわ。はい、まだ続きます。こんな感じですね、内観。どこに座ろうか迷わない？迷うでしょ、これ。すごいいい感じでした。さあ、都内に戻って、モカ、チワワのモカちゃんのお散歩。かわいいんだな、モカ。まあ、これ冬なんですけど、まあ、編集が今年の夏になってしまって、今夏なんですけど、なんかね、モカちょっと太って、この頃はまだ痩せてたな。ドアップ、かわいい。そしてまた別の日かな、別の日なんですけど、ここはあのベジタリアンレストランに来ました。ビーガンだったかな、ビーガンレストランだったかな、とにかく台湾の、ザ台湾のベジタリアンレストランで、まあ結構有名みたいなんですけどね。すごい広くて、まず迷う、自分の席がどこだったかわからなくなる。で、種類もいっぱいあるので、まあ全部食べようと思ったら多分相当食べ過ぎになるんじゃないかな。いろんな分野があって、中華だったり和食だったり、いろんなのがあります。もちろんケーキとか、グルテンフリーではないんだけどね、まあデザート類もあ
ります。どうだろう、思ったより美味しかったかな。なんかこういうベジタリアン系のケーキはって感じかなと思ったんですけど、美味しかったです。そしてカフェにて、猫カフェだ、猫カフェだ。でモカがすごい攻撃を受けたんだよモカ全然気にしてないんだけど、猫がもうモカを攻撃したくてしたくて、最後の最後まで仲良くなることはできなかったですね。もうモカのことが気になって、モカがいるところにもう猫がずっとついてきて、私がずっと抱きかかえて守ってました。まあそんな感じで、またゆるい動画を見てくださってありがとうございました。